東条界最強といわれる堂島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る空の一坪の所有者、牧村誠は橘の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていった。しかし神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。The dragon and the demon, huh? Say again. Final. Final.The end. いつまでかかっとる？終わったんか？手術はどないやった？失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきてもいいや。大丈夫、手術は成功です。ただまだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。な、何やと？という状況よ、セラさん。セラ真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ？少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか？俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんねん。堂島組がおる限りあの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたの。お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか？先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。The doctor was prettier than most of her, than most of the people in her cave, in his cave club. Kamuro 町再開発計画。今までさんざ空の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけないわけですから。
その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ。風間組の始末です。立花不動産、日京連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから。堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。武者にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえ。脅し以外はズブの素人だな。ええ、てめえなんだその口の利き方は。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会からきれいさっぱり消さない限り気流みたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらせてもらいますよ親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。Looks like he'll get to taste his own blood. ここにいたのか、キリュウ、錦、牧村誠、まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあ、キリュウ、お前、真島五郎って男、知ってるか？名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか？そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを？真島はその後俺んとこにも来た。やられたのかお前。はっきり言って歯が立たなかったよ。そんな奴が誠を探してるのか？ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれない。だからといって仲間とは限らない。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。OK then。 知らねえ番号だ。誰からだ？Yeah, fair enough。Special urgent quest, find a payphone。I guess this one's just as good. Coming, Nishiki? I guess not. Maybe he got stuck. Wouldn't surprise me, really.あなただったんですか。立花社長のことは聞いた。
道島組にやられたってな。うん。俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。道島組は今もお前を探してるぞ。やなけん。よっ。Right. Let's go meet Sarah. Sarah? Who was Sarah again? Name sounds familiar. Sarah. Pretty sure it was a character from an anime. Maybe. Why does it sound so familiar? Oh yeah, it was from Rock Horizon! Their season's about to come out. Very interesting. I look forward to that. Kiryu-san.あんたの客はあっちだ。立花さんは残念だった。最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。アジア街に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。Thank you, Mr. Chen. 俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかね。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。な、一応峠は越えたがまだ危険な状態が続いてる。意識不明のままだ。何があったんです？Guys are explaining, I guess.That doesn't sound so well when it's guys instead of girls. 彼女は目が見えるようになっていた。少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか？おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただ、この先どう動くかはっきりはわからん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。やつはこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織。久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上薩摩お前を追ってる。お前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば
殻の一坪は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた。橘も殻の一坪を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島総兵に代わる東条会の跡目に据えるためだ。それじゃおやっさんはあなたに東条会を託したってことですか？そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやっさんにはそこまでのつながりか。俺もお前ほどじゃないが、風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。キリュウ、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今、牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃ、Hello, don't you? もう俺にできることはないってことですか？お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう。彼女が今なんとか生きてるのもお前のおかげだ。I'm alright. Getting to the end. 今どこに？病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんだな。芝浦？お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せてお前は町を出ろ。いいな。 Fair enough。West Park, got it. So probably this way. Come on, let me through. Mortax. Hey, I made it just close, just fast enough.認識。なんだ。どうかしたのか。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何？渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。やつは風間のおやっさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ町の中堂島組で溢れる。俺ら町を出るしかねえぞ。おい、いたぞ。綺麗と錦まで。錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に肩がついたと思っている。だが彼女が生きている限り、殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。つまりどうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。Fair enough。キリュウ、早く行け。錦、わかったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。
Big dog for a pile of trash. That's really dark. For someone within this range! Well, you tried. Yes, yes, I'm going. I was gonna go that way anyway. Not sure why I wouldn't be allowed to go that way, but okay, I guess I'm going this way. Yeah, these guys are kind of terrified of Kiryu. They don't even know how to group attack. Hello, Kuze. Kuze. Anta hitori ka? Oh. Kumi no ningen wa hikaseta. てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。Right, because all of the previous times I beat you up. 錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや、風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ。風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東城会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。Good night, lunch. そうかな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。 あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか、俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえあれば、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前、どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。How many times do I have to teach you this lesson, old man? いつでもいいぜ。
殺す気でかかってこいや。Any bikes? No bikes? Bikes. Beat up with a whale. Nante aruda tenia. Doko mademo tsuyaku nari yagaru. なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ堂島君。だが、お前の他にも一人、そいつも今、本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教へ逃げ切る。そこに奴が、渋沢がいる。渋沢が、日教連に。牧村誠は生きてるんだろう渋沢は殺し屋に女を出せるときわざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな、あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるため。なんだと。女もセラもおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キル錦。今アジア街から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか。うん、ああ誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キル車回してくるからよ。Right. 分かってんだろ。 Let's go finish this。 てめえは極道の一番深いところに足突っ込むとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です。クゼの兄貴。I like Kuzen. As much as we have to beat him up, at least he's got good character.
お疲れ様です。Right, let's go finish this. この車に乗ったら最後だ。もうやり残したことはねえな。今のうちにできることはやっとけよ。I am going to make a saving right now. That way you can just come back and be a completionist later. お疲れ様です。用意はいいか。もういいのか、キリュウ。この町でやり残したことはねえんだな。大丈夫だ。シバルまでやってくれ、ニシキ。わかった。Let's do this.忘れしまったのが俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。まとりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。Yep. ごめんなさい。すいません。Yep. チンピラ相手に何やってんだ、マジマちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがある。どこ行くんだ。堂島組。堂島組。おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけ。殻の一粒はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ、真島。はっきりしろ。女は死んでるか。手離せ。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたろ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。
Just try and fucking stop me. 女一人のために狂っちまったな、マジマちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。うん。電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。 About time. This episode is gonna be a long one because it's, you know, the finale. I have no idea how long it's gonna be, but it's gonna be that long.Which means probably over an hour by now. おやじ、セラの野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ。始めろ。はい。Oh, we're not running them over. Kiryu. Yatsura Dōjima Gumi da. Kanzen ni Nikkyō Ren o mina goroshi ni suru ki da ze. Orera dake de iken no ka? Of course I can.こっちだ、キリュー。てめえら。一挙連だ。おら、打ち返せ。Make sure to look it up. こっちも始めようぜ、キリュー。Maybe I don't get to fight yet. Wait, is it the homeless people? Or not? Who is it exactly? Oh, hello there.船だ、渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。Well said. キリュー、行こうぜ。
thing with Gideon, you see. Yeesh. Chicken. Do I need to do everything? That works. That's what I get for getting distracted looking at chat. There we go. Just one more. There we go. Useful. そう、後ろからも来やった。柏木さんは何やってんだい。キル、俺がここで連中を食い止める。お前、一人で先に行け。心配すんな。俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だが、いいから行け。あいつを止めねえと、風間の親さんにも、死んだ立花にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのは、やっぱりおめえの役目だよ。Fair enough。だから必ず。あいつを止めろ。わかった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし、行け。
You're shooting at nothing. Well, at least it gives them pain. Okay, who is it this time? Another tough guy. For a given value of tough. Really, what did you think would happen? You gave me so many weapons to use. Come on, that wasn't even tiring. Bringing more people for me to trash. This is really going to be going pretty long, isn't it? I might actually need to cut this episode. Maybe? Ow. I should have just done that. I also should have just gone through the windows. Oh shit. I hope there's a checkpoint. Didn't notice the gunner. Okay, yeah, it's a checkpoint. Especially now that I actually remember. Ow! Ability said I could withstand the bullets. Right? Did I forget to grab it? Well, to be fair, that likely would have been a good idea to grab too. I should also probably have gotten the other abilities, but oh well. Maybe it was resist her when I needed to time it. Probably. How? How do I even deal with that? No. Maybe I just need to switch styles? I mean, it bothers me, but... yeah. Come
Come on. Well, at least I'm already here this time. Oh, you have got to be kidding me. You guys done with that yet? Clearly not. Fuck off. You get to fucking die! Sorry, that fight kinda pissed me off. Oh, hey, it's those guys. Well, that's one of them. Or two of them. And there we go. More of those guys. Okay, good night, Redon Cat. I will definitely finish the game today. You have got to be kidding me! I hate this part already. And hit it too, it would be like awesome or something. I'm just pissed. That the way you got?
Right. There we go. You have got to be kidding. There, finally. Please let there be another checkpoint. I mean, I guess I probably could have also been shooting. Not that I think I would. No pain, no gain, huh? Freeman, does that come from some experience related to Halo 2 Legendary? Meanwhile, on the Dojima family, I'm probably going to enjoy this a lot more. That one had a very big mouth. Right. Hello, goons. There we go. Had to build the backbone. You done. Now we're done. And there we go. Okay, so this way? Seems to be this way. No, don't ask me how to do that up the stairs. Either way, continuing to go up. Wait, oh, this one. Nice music too. No, I'm not trying to dodge. Oh, it's B to enter apparently. You have got to be kidding me. How does he shoot through everyone else, huh? No,
Well, he's fucked. And done. Yeah, at least this is quite a bit easier to deal with. Fortero. Oh, of course there's an idiot with a gun. All the way up there. First, take the other guy out later. And done. Who's next? この男が今は道島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。そのためだけにたった一人で道島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。Well, 極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいよ。いや、まあ、世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。I guess that's one way to put it。俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないよ。自分のくだらん生き方を見分け面でごまかさんで済むで。なるほど。そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうってやだな働いちゃう。
に高い酒全部くだらねえたわごとだ。そいつは去ってるうちに俺の背中に背負った罪をヘラく言わせちまった。 So you're finally gonna get serious, huh? もともと俺は人を殴るのが好きでな、相手がムカついたから殴るんじゃねえ、殴るのが好きだから殴った。根っからの国道のくせに、いつからかてめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやないか。ふん。Fair enough。お前らは空の一つぼっちゅうざれ事のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ事には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえ、堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。You know, I thought you'd be harder. He's pretty tough, all right? Not tough enough, though. Okay, maybe a bit tough.
しおめえみてえにバカだったら言わたらんな。俺かてそないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついた。ラッキーなんだな。Oh my.Time to kick his ass. Wait, where did his clothes just vanish? Shimano が始末したはずの男が、こうまで俺に盾ついてくるとはな。マジバ。おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。Shimano も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島、宗平。そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り、俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。あの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んだるわ、堂島。Well, time to kill Hitman ass and then kill Dojima ass.
ュースマウィッイジシーバイフィリチッセブロックバイスイーワツワイサジェンダーロゼジャンシューゴワンクデッジャホWell, at least you know a bit about me now. Yes, I am very stubborn. Nice of you to notice. Getting close. That's what it takes! There we go. I can breathe now! Shoot properly. Kutcha Mosins. Son singing a woman. Mosina. Yep. So that's where he was.桐生一馬か。なるほど、風間の頭が見込んだわけだな。もっと早くお前の存在に気づくべきだったよ。ただの若造が、いつの間にか竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。女を話せ。お前が彼女を殺す気ならとっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れたろ。もう用は済んだ。女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根が完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。コンフィデンビチャリオ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？
人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか。そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけねえ男もいるんだよ。俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててな、うん、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会で真っ当に生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。I guess not。 親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが極道も政治の世界で同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東条会最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ、うん、俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。That's fine。 看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。なんとでも言え、これは俺なりの努力ってやつ。その努力が女を撃つことか、橘や小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は東条会のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。お前が思ってるほど真っ当な男じゃねえ。殻の一つぼにしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いて。あの風間の頭な、いずれ女や立花が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために立花たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の策だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。Yeah, about that. I don't think you've heard of Kiryu yet. Cool tattoo, boy. Ryu shotten no wa omae dake ja ne en da yo. Omae o koroshi, Kazama o koete.俺ら堂島の竜になる。ドラゴン vs ドラゴン、俺はそんな肩書きはいらねえ。だが竜は一匹でいい。ああ、お
前の言う通りだ。付き合ってやるぜ。そのくだらねえ戦いに。About time. How many hellebars does he have? Not enough. Maybe I should have switched to Rostyle. Maybe. Oh boy, that's a good one. You're using my style against me. How dare you? Also, that was painful. That was also painful. That should look painful. I'm the Dragon of Dojima, thank you very much. Oh.
世から学んだことがある。極道は張り続ける限り負けじゃねえってことだ。お前も風間もそして女も必ず殺してやる。立花のようにな。 But you didn't kill Tachibana. I mean, it is kind of your fault, but that was mostly that fucking goon's fault, right? Maybe. Thanks, Nishiki. Koe-chan, narane. Sono issen koe-chimatta ra, modotte korare naku naru. Koitsu koroshita toko de, nan ni mo narane daro ga. Omae, katte ni sakirashin ja ne e yo. Kyoudai.踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦、this was technically not over yet. そいつらを殺すのか、マジモ。当たり前や。こいつらがおる限り、あの子はいつまでも狙われるんや。全部しまいにするにはここで殺すしかないや。殺すんや。俺がこいつらをマコトの代わりに。彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。何？感謝するかもしれん、謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大我が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手がきれいなままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだとそう気づく。自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か。
出会ったら俺はどないしたらええんや。こいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないせっちゅんじゃ。もう終わったんだ、真島。牧村誠は意識を取り戻した。今風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を、何言ってる。女が生きているのか。バカな。それじゃ殻の一粒はあの土地はどうなった。堂島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何？堂島組の時代は終わったってことです。And what can he do at that point? His hitman's gone. カムロ町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅうか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ。東条会最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。Fair enough. よくこらえたな、真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。余裕はあんたも俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島の親父と同じよ。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。Fair enough. 真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父シマノに一つ伝言を頼める。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと。佐賀、島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ。話があるん。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。Yeah, about that. 残念やったな。殻の一粒は日教連の手に渡った。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことで。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。
しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。うん。面白いな、巡り合わせってのは。マジマ。親父、密教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一つを近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。せやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ、ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。はあ、これがわしの答えや。セラに言うとけ。殻の一坪も近江の本部長もわしには何の関わりもない。お、親父。That's one way to do it。お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら、目先のことだけ考えとったらええ。せやけど、てっぺん取る気なんやったら、勝ち方を考えなあかん。三日天下やない、ほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。Fair enough。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。Oh boy, that's interesting, all right. 1 month later, and I'm being told to wait until the end of the credits, so I guess this episode will be even longer. なんだったな、道島。阿波の菓子に久世と渋沢も札にパクられた。風間が無所から戻ったところで今の堂島組はカムロ町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。
承知の通り、先代が亡くなって以来、東条会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を東条会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。世良には本家若頭として引き続き堂島が手放した神室町再開発計画の面倒を見てもらう。Oh boy. That's interesting. そろそろ。Not much else I can say, I guess. 俺の出る幕もしまいだな。Yes. よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日はおやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは俺の言うことに反対します。それでも俺は。そうか。おやすさんには俺がこれから言うことわかるんですね。ああ、だが、できるのか、カズマ。覚悟はできてます。I don't get it. What exactly does that mean? Oh, there's more. And the credits haven't even started yet. さないでよ。お前、堂島組に復帰したってマジか。え、今日風間の親さんの面会に行ってきたんだろ。復帰のことも話したのか。さっき風間の親さんには、このまま敵に戻れって言われた。親さんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を立花に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。
俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。うん、極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。分かんねえ分かんねえけど、逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか。うん、奴らみなそうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。 This one makes sense to me, but okay. なんとか踏ん張って、俺は。Well, I guess you wouldn't be able to beat the Dragon of Dojima otherwise. Kazama no Oyasu-san to wa chigau. Ore dake no Gokudou tte no na. いつもの一丁らは。ああ、この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ、それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。らしくねえか。でも、らしさってのは自分で決めるもんだろう。あのな、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めた、これで始めたいんだ。わかったよ、知るか。じゃあ一生来たろ。ありがとうよ。なんだよ急に勝手に大人ぶりやがってよ。錦、俺はお前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。何言ってんだお前。フン、Good guy indeed。そうか。じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。Well, he's got the money now。カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ。じゃね。ほら行くぞ。いいな。Don't like it, you got billions easily. なんだそのヘンテコなジャケットは。
グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだよ。ほっとけや。俺は決めたんや。何が正しくて何が悪いかわからんこの街で、誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。This is gonna be one long episode. まあお前とは妙な体験しちまったが、これから同業として陰ながら応援すんぜ。Una hell of a ride is over for it, yeah. 時は連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもん。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでも死ないやろ。そうだな。ほなまたな。何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん。執着心の塊のような男。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで。真島五郎っちゅう男の生き方に。好きにしろ。Well, I guess Majima won't that race. Come on, I did. Honest, could I keep the credit at the Asia? Ne, Kimira Mokaneski, the show. On Nanokodakara took the Kiru, E. Shimoto. If I show guys rule, she's quite a sir. Eka can stay. So, Kari Kari Shinazan, not there. So, so. Ocha de Monominagra, sir. Sasa. Yamete.あんたちょっとやりすぎじゃねえか。これは障害っつんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。ふん。面白え。よし。お前はい。お。ウォープス。け。Not to self, don't accidentally just. Don't just leave the game, but don't decide because it turns off and that happens. あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。このアマ、下手に出てりゃ息になりやがって。
兄貴。こいついい女でしょう。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ？あ？天下の魔人。君はここに。先生、でも。先生。あんた、誠さんに何する気だ。あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。いや、彼女は私の患者だ。何や先生って、医者かいな。惚れとんのか。な、何？どうなんや。何を急に。その原骨がそう言うとる。でも男が一旦原骨こしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや先生。お前、彼女に指一本でも触れたら喧嘩の相手になるんだ。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。あんたの。ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん。惚れとんのか、惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌い。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。なら早言うてやらんかい。ねえ、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。Well done, Majima.大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ、今から少し話する時間ないかな。え、はい。Thank you.
And the credits finally started. I'll cut the recording for a moment and start it up back up again. I might need to do some video editing after this. I need to take a break and breathe.